少年隊の仮面舞踏会のイントロをどうしても弾かないといけないことって、日常生活においてよくあると思うんですけども、今日は、そのイントロの解説をしたいと思います。表面の8鍵だけの17鍵盤カリンバだけでは不可能なリフなので、この両面カリンバを今日は使用します。順番に音を言っていきます。まず一番高いミフラット、ミのフラットですね。E フラット、ここにあります。で、次に、C のフラット、 B フラットになります。ここにあります。その後に F ですね。ファーの音。次はミフラット、これの真下のここの音を弾きます。その後に、ナチュラルのドですね、1番。その後に、真ん中の C のフラット、ここの裏のこの鍵盤を弾きます。で、その後に、ラ、ナチュラル弾きます。続けて弾くと、となります。その後のジャンジャンとオーケストラヒットが2回なるんですけども、それに関しては、いっぺんに全部の音を弾くことは不可能なんですけども、一番、なんていうか、この4つの音を使うんです。これは、ド、ファー、で、シのフラットと、ミのフラット。ここにありますね。で、2個目のジャーンっていう音は、全部8鍵になります。レ、ソ、ド、ファですね。同時に弾くのはちょっと難しいんですけど、こうやったら弾けるんですけど、こういう感じになります。こういうことになりますね。で、スピードでちょっと、こういうポジションチェンジするのは難しいので、僕はもう、一番低い音と一番高い音をピックアップして、こういう感じで弾いています。なので、ですね。で、後半はですね、テクテテテテテ、ジャンジャン、2回目乗ったグレデグレっていうのは、一番低いシの音から完全4度でどんどん上がっていくんですけど、となると音は順番に、シですね、一番低いシの次がミナチュラルで、次がラナチュラルで、次がレ、右手のレです。その次に左手のソで、次に右手のド、一番高いドですね。で、その後は本当はファー、高いファーの音が入るんですけど、17鍵盤というか、34鍵盤のクロマチックカリンバには高いファーの音が入っていないので、ちょっと諦めてます。なので勢いでこの辺まで弾きます。で、2回目のこの上がった後に、今度ジャンジャンと音が下がるオーケストラヒットが2発あるんですけども、それはさっきのこの、これを下げるだけです。上から下へ。本当はこういう和音なんですけども、さっき言った通り、ちょっとスピードについていけないので、一番高い音と一番低い音を採用しています。で、3回目か。3回目のもう一回、タカタタカタタっていうのは、1回目と全く一緒ですので、つまり、で、またこれを2回。で、歌の A メロに入っていくっていう流れになっています。